アキナです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です、今日はこれを食べてみたいと思います。ちょい食べカレー中辛です。このカレーは昨年の、365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2で、食べたカレーなんですけど、通常のレトルトとは変わっていまして、この商品はこういったスティック状のものが4本入って1パックになっています。この中にはカレーが 30g 入っています。去年お送りした動画ではライスとともに食べたんですけど、今日はぜひカレートーストで食べたいと思いまして、というのもパッケージの写真にカレートーストが載っているんですけど、カレートーストにして今日は食べてみようと思います。それでは準備したいと思います。今日使用する食パンは6枚スライス6つ切りのパンです。やや薄めのパンになっています。少量のマーガリンを、塗った後に、ちょい食べカレーのスティック2本分を、乗せてみました。さらに今日はフランクフルトソーセージにもこのちょい食べカレーを、乗せて食べてみたいと思います。パンに焦げ目がつくぐらいトーストしてみました。それではいただきます。予想以上に美味しいと思います。何かこうスティック状のものが4本入ってて1パックということで、お子様向けというような印象もあったんですけど、少し甘めのカレーソースではあるんですけども、本格的な、カレー、そしてカレートーストになっていると思います。今日は少量のマーガリンとでトーストしたんですけど、例えば玉ねぎとかトマトとか、ピザトーストのように調理するのも、美味しくいただけるのかもしれません。続いてフランクフルトを食べてみます。フランクフルトソーセージには、ケチャップ代わりにかけてみました。これも組み合わせは悪くないと思います。まずまずです。いただきました。美味しかったです。このシリーズでも何度か食べてお送りしたカレーパンとは全く違う味わいの趣でした。とても良かったなと思っています。このちょい食べカレーについてはスティック状で少量のものが4本入っているということで、他にもいろいろと料理には活かせると思います。
今日はトーストそしてフランクフルトにかけて食べてみたんですけど、このカレー自体はパッケージにも温めなくても美味しいというふうになっていますから、何かこう、冷たい食べ物に合わせるのもいいのかもしれません。ちょっと今は思いつかないんですけど、何かまたひらめけば、個人的に食べてみたいなと思っています。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してねもしよければチャンネル登録もお願いします。バイバイ。